あ、今家一人。ちょっといきなりなんだけどさ、ラップ最近作ってて、ちょっとお母さんにちょっと作ったから、ちょっと聞いてもらおうかなって思ったんだけど。今、2分ぐらいなんだけど。じゃあちょっと、いきます。じゃあちょっと耳澄まして、チェックや。一応目からね。よ、マザー、お母さん、ママ、お母ちゃん、お母、マム、マミ、母、おかん、おふくろ。呼び方はいろいろ、でもたった一人のアザー、よ、マザー。中学校までママ、その後ちゃんと呼ぶまで結構時間かかっちゃったけど、お母さん、リスン。俺のゾウさんに毛が生えた時初めて店にいたのはお母さん。黒は顔にダーさん、まるでお嬢さんのようなあなたに嬢さん。幼稚園の年少さんの時の授業参観で後ろに立ってた父兄に言い放った。すみません、うちのママが見えません。実際もう今はもうあまり見えなくなっちゃったけど、でもいつもコロナ禍で願ってる。ディアママ、いつまでもいてくれ、元気なママ。それはそうと、大体懐くの、母方のおじいちゃんおばあちゃん。気がついたらいつの間にか大体偏ってる、母方のおじいちゃんおばあちゃん。これは伝統、それとも陰謀、誰か教えてくれよ、真相。気がついたらいつの間にかどうしても偏っちゃう、母方のおじいちゃんおばあちゃん。そんなわけで、偉大な母、海、山、川、大地に例えられるもはや世界遺産。あるいは国宝、太田二三のようなあなたにあげる太田遺産を二三。太田一さんを二さん。太田一さんを二さん。じゃ全然足りないけど、昔親父と二人暮らししてた頃に、なんであんな家に産んだんだっていきなり泣きながら電話しちゃったこともあったけど、でもあなた全部受け止めてくれた、まるで大きなダム、あなたはマム。優しさ、強さ、夢、希望、勇気、愛情、人情、純情、根性、美しさ、可愛さ、可憐さ、上品さ、気高さ、苦悩全部詰め込んだお袋、まるでイケアの袋を見たく大きくて頑丈なあなたから誕生して、もうそろそろ30年経っちゃうけど、でもまだまだ恩もお金も返せてないママ、だからどうかディアママ、いつまでも言ってくれ元気で素敵なママ。いつまでも言ってくれ元気で優しいママ。うん。いつまでも言ってくれ元気で可愛いママ。うん。いつまでも言ってくれ元気なディアマイラバー。Thank you. 拍手をお願いします。ありがとう。怪しい。あ、これはちょっと真剣に結構緊張して。ちょっとメガネかけて今読んでたんだけど、読みながらだったけど嬉し涙でボケて余計見えないの。涙するようなある内容じゃなくなっちゃってんだけどもさ。涙、お菓子涙も入ってるんだけど。そんな感じで良かったです。ありがとう。うん。じゃあ。ありがとう。こちらこそ、聞いてくれて。Thank you for listening, man. また。またじゃあ、バイバイ、来週。はい。Thank you. ありがとう。はい。また。Thank you for listening, man.